はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、久しぶりにですね、激肝メタビートを持ってきました。今現在多分デュエリストカップが絶賛開催されてるかなと思うんですけども、正直メタビ強ないなんかティアー表にも入ってきてると最近ね言われてましてですね、いろんなその環境考察してる方のティアー表を見るとメタビートっていうのが、まあ、ティアー2かティアー3くらいに入ってきてると、そのくらいメタビート結構バカになんないけど強えなっていうね、そういう話になっているんですよ。で、現代遊戯王版のちょっとメタビートを、組んでみました、久しぶりに。はい。で、まあ、いろんな組み方あると思うんですよね、メタビート。まあ、手札発とクシャトリラーをメインに入れる方とか、あと今回みたいなうんこみたいなモンスターいっぱい入れる方とか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、このうんこみたいなモンスターをいっぱい入れる方は、先行めっちゃ強い代わりに、やっぱ後攻が、まあ、ちょっと若干勝率落ち、若干っていうかかなり勝率落ちるなっていうところ。まあ、誘発ちゃんと入れてると、先行でクソゲーがそんなにできない代わりに後攻もある程度強くなるみたいなところが、まあ、いいところだと思うんで、まあ、一長一短だと思うんですけども、まあ、僕はメタビートやるんだったら先行にガンブリしたいなって思ってるんで、こういうまあすごいカードいっぱい入れましてその特殊召喚封じ系のモンスター9枚と、あとはそのそれを守るモンスターですね、守るモンスターじゃない、守る魔法トラップですね。まあ例えば神戦ミラーフォース神通、あとゴルゴンダみたいな、あと環境に刺さるカードで、まあ、ネクロバレー、そして、事件の裂け目、この辺を使って、まあ、スネークアイとかこの辺をメタっていきたいというところですね。で、後手まくりなんですけども、このデッキ後手まくりするときね、どうやってやればいいかっていう話なんですけども、パッキーファローのリバースしたときに特殊召喚されたモンスター全部破壊するっていう効果、これ結構強いんで、これを狙っていく、いきつつ、あとは結界像とか立てて後ろのミラーフォースで破壊して、ネクロバレーとか次元の裂け目で相手の墓地リソースを稼がせないっていう、まあ、こんな感じの動きをね基本的に、していければ、まあ、割と後手でもまくっていける時はあるんで、まあ、それを意識してるのと、あとこれですね、超融合、これで、まあ、相手の盤面を吸収してまくっていくっていう、まあ、それを意識してます。まあ、これは完全に後手札なんですけど、言って結界像とかが先行で立てて、で無限法要とかで無効化された場合でも、これセットしとけば、まあ、先行でセットしといた超融合を打てるタイミングが来ることがあるんでね、まあ、だからまあこれは強いなと思ってこれ3積みしておりますといったところですね。はい。あとはまあモルガナイトでアドバンテージ稼いで月髪の盾で一生パッキファローつけて殴り続ければ、まあ、相手死ぬんじゃないかなっていう、まあ、そういう感じです。はい。早速ね、クソデッキ分回していきましょう。メタビート結構やっぱ嫌いにな方多いかもしれないんですけども、僕はですね使ってる時最高に好きなんで、このデッキはどっちかっていうと好きな部類です。はい。使われたらクソ。デュエルスタンバイ。なかなかいいハンドだな。なかなかいいハンドだ。さあ、王家の眠る谷にネクロバレーを発動。ネクロバレーが強いですからね、今ね、環境的にもね。非常に財宝にも刺さりますし、楽園にも刺さりますし、まあ、なかなか、強力なカードと言っていいでしょう、これは。はい。ではネクロバレー張って、腕組んで鼻くそをじってエンドしてると、こうなります。はい、こうなります。神。先行取ったら大体勝てんだよな。高校取った時ちょっときついんだけども、まあ言うてね、パキューロプラス何ミラフォとか、ネクロバレープラス、ミラフォとかで意外とまくれたりするんだけど、普通に高校からでもね、なんか相手事故ってるっぽいな。まあ俺もまあ言うてそんなになんかいいハンドじゃないんだけど、まあちょっととりあえずネクロバレーと次元の裂け目と激肝カード、一応まあ無限法要だけケアする、決戦のゴルゴンダー、ここで神戦ミラフォセットしてエンドですかね。まあモンスターいないんですけど、まあこれでもね十分このデッキ勝つの早すぎんねん、マジで。このデッキの弱点1個分かりました。対戦時間が短すぎて、サレンダーしかされないから、先行取ったら、こっちが。結局さ、なんかポン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 ってカードを置いていくだけで、相手、なんか爆発して勝手に爆発していくから、マジでね、動画に向いてない。
マジで多分これ動画時間なんか何対戦だけだとなんか5分も持たないみたいな感じだと思う。なんかさっきからね先行取った時にサレンダーされる率半端じゃないから、終わってるマジで。遊戯王終わったと言っていいのこれは。あちょっと後手はちなみにね超融合とミラーフォースでまくる感じで、今構築してるんですけど、まあねあのマクリフだとして強いカードであればまあ何でもいいです。まあライトニングストームとかちょっとあんま意味ない時あって、普通にね破壊耐性楽園とかはね破壊耐性で耐えてきたりとかさ、あの守備表示されたら意味ないし、まあ後ろ発動破壊したところで前まあ処理ないとかもいろいろあって、まあ全部パケカードじゃなくて普通になんか処理札超融合とかに入れてます僕は。はい、まあ、超融合はね先行でセットしても強いっていうのがあいいところですね。まあちょっと結界像とかパキカロって無限法要で無効にされるパターンがあって、でそうすると特殊召喚できちゃうんですけど、そうするとこっちの超融合も起動できなかったりするんですよね。だからまあ一応無限法要とかその辺のカードのケアにもなっているっていう感じですね。はい、でしかも高校マクにも使えると、まあ、こんなに強いカードはないんです。ちょっと超融合のねおすすめモンスターみたいなやつちょっとまとめて動画にしようかなと思ってます。今度、まあ、このマクリフだ今3枚使えてめっちゃ強いからね、マスターデュエルだと。まあ聞かないで決まるけどな、スネークアイとかちょっとあんまり盤面的にね超融合打ちにくいとかそういうのあるかもしれないけど、あと墓地リソースがたんまりあって超融合されたところで墓地のリソースで回収されなんか戦われて負けるとかあるからさ、展開長えな、こんだけ話したのに展開長いぞお前。ちょっとこれさすがにスキップまであるだ、相変わらずシコ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 展開長えデッキだなこれデッキは。たけよ超融合で分からせてやるからなマジで、超融合で分からせてやるよこれ。ちょっとネクロバレー貼ってから超融合本当は打ちたいんだけど、ちょっと無効にされるとめんどくさいんで、バレルロードサーベージでネクロバレーって言ったら多分無効にしてくると思うんだよね相手なんで。そうですね、どうしましょうかね。まあ問答無用で超融合が一番いいんじゃないかな。はい、で問答無用超融合でまあもう過密とかしない気すんねこれ。過密しない問題、スターブベノムフュージョンドラゴン特殊召喚、うわっいけ、相手の闇属性2体の魂を使いスターブベノムフュージョンドラゴンを融合召喚効果発動、相手の、フィールドのモンスターの攻撃力を吸収、副楽園いいだろう、マグナムーツ OK いいだろう、マグナムーツいいだろう、特殊召喚されてエンドフェイズにサーチまでは許す。ちなみにネクロバレーと次元の裂け目やるとドルイドブルームとかも怖くないですか。はい、打点5300です。マグナムーズどうぞ。ネクロバレー発動な、まあまあまあドルイドブルーム打つしかないと。ネクロバレー貼られるとドルイドブルームを、起動しないと、まあ、出てこなくなっちゃうんで、まあ、出してこれでスターベルムは処理できたと相手思ってるんですよ。これバカみたいにバカみたいにね思ってるんですよ。これドルドブルームで処理できた、来た危ないって思ってるんですよ。福楽院、あーそこワンドローも入るのか強いな。で裂け目発動してでちょっとルベリオンがだるいですね。ルベリオンが一番だるいので、まあ、一応発動するか。ルベリオンだるいんでちょルベリオンだけ投げましょう。楽院の獣置かれるとちょっと一番めんどくさいんで、こうしまして、でまあメインツ入りまして、まあ結界像置いてもあんま意味ないんでこれエンドじゃない。あやべえ、これもしかしたらさ、これルベリオンコピーしたら俺決戦のゴルゴンダ置いたりできた。いやでも決戦のゴルゴンダ楽園カードじゃねえか、無理か。まあ一応こうかな、こうしときますか。まあ一応ね、まあ、念のため多分大丈夫だと思うけど、展開されないとは思うんだけど一応ね、一応特殊召喚封じがないので、結界像がないと、まあ、ただの、ネクロバレー次元の裂け目デッキになっちゃうんですよ。まあ、一応こうしておくと、まあ、多分さすがにね、展開そのメインフェーズでは展開伸びないから生き残ると思うんだよね。でスターブルーム3300抜けねえし相手みたいな、はい、まあ、攻撃表示ね、はいはい、いいでしょう。バトルフェーズ、バトルフェーズ、あれ次元の叫びご存じない次元の叫びご存じないもしかしてあなた
ドルドブルームが無駄に死にましたけど大丈夫ですか。おっとこれリンクしたところで墓地行きませんけど大丈夫です。それ黒金龍くんがこれスタンベルも抜けないんじゃね。そしてさ今さクロックワークナイトでさ機械族になっちゃってっかさフィールド上のモンスター多分さリンクできないんだよ多分リンクできない相手あの機械族レベル1モンスターだから今あれ闇属性機械族レベル1だからさ多分ストライカーとか出ないしそもそもなんだけどこれだいぶきついんじゃねえかクロックワークライトだけで相手積んでるまであるす強い宣告しきすぎだろ宣告きすぎだろ宣告きすぎ問題についていやちょっと宣告欲しかったな、財宝外悪魔はい神の宣告はねちょっと高校から微妙なんだよねあの高校からでも強い神罠は通告と警告はまあ強いんだけど宣告ちょっと微妙なんだよね召喚権を潰すことはできるんだけどもう展開が終わっちゃってるから先行であんまり、まあ、通告はちなみにモンスター効果使った時に破壊できるから結構強いんだけどはいディアベルスターかちょっとさすがにこれはきついな神戦はうんまあね言うてねその羽根暴起とかさライトニングストームとかさなんかそのブラックローズみたいなさなんかそういうなんかよくわかんない全部パケとかのカードを発動される時にやっぱその結局さ行動さメタビートっていうデッキって全部パケうざくてなんかその決戦のゴルゴンダとか神戦で止めないといけないんですよその辺のカードをじゃないと一枚一枚の永続魔法とか永続トラップの効果が強く使えないから破壊されちゃうからねだからね先行は強いんですよただ後攻がちょっといまいちなのが神戦の消化が難しいところではあるえ何1枚ドローさせてくれんのやったなんか神戦こんなにいらないからちょっと捨てたかったわちょうど神戦いらなかったはいこれ何デッキなんか取引入ってるスネークアイってこれどういうことさすがにチキンレースとかの方が強いと思いますけどねあーキュリオスやばいなんかクソデッキの匂いするんだこれ断殺入ってるわ相手のデッキやべえこれ多分クソデッキだこれえ闇デッキキモ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 キあとランザクションドアバックキモい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 ちょっと待ってこれ闇デッキロールバックでコピーするのこれもしかして流行ってるなんか俺死ぬほどこれやられるんだよやばちょっと最強カード3枚ともいっちゃった墓地にやばい神の宣告2枚でどうしろとこの盤面神の宣告2枚でどうしろとうっゴミかけたなんだこのああ俺の月神が俺の月神がちくしょうああ墓地を食いつきカードああやめてーあーでもなんかあんまり強くなさそうなのでトランジの白バッグ落ちないなえでも落ちてないけどこれ神の宣告2枚はきついわ普通に頼む頑張れおじさん神の宣告おじさんやりすぎやってやりすぎやってやりすぎやってそれはお前たら盤面そんなぼっち壊したけど盤面クソ弱くね盤面クソほど弱いけど何それみたいな場面だったけど何このライトロードドミニオンキリオスビートみたいなええ愚かなクソこれトランザクションロールバックでしょ絶対そうじゃんこれ止めるしかないだろおい愚かなクソに神戦打つのか俺打つしかないだろこれ打たないと負ける打って負けるかもしんないけどちょ打つしかねえ愚かなクソにちなみに墓地効果は神戦止められないんでね墓地のカードの効果の発動は止められないんでカードの発動止められるんですけど神の宣告くん魔法カードの発動を無効にできるんですけど効果は無効にできないっていうねその遊戯王のちょっと難しいところが出てますんでねはい頼むなんか奇跡起きろはいはい俺はお前に負けたんじゃねえ神の宣告引きすぎて負けたんだからな